では行きましょう。ガチの前半戦2本目です。お願いします。ここから6分のゲームで回していきます。お願いします。さあ、まずはボールを持ってビブナシチームです。預けて右サイド、まずは1点取りに行きたい。引きつけながら中央選択。さあ、寄ってくるディフェンダーが1枚間とエアポストは黄色がブロックします。キーパーがヘッドゲット。預けて青チーム後ろから持ちけます。前からディフェンダー間入った、ゴール前、そしてシュート、いやー、オッケー。真ん中割れたところ見逃しません。1本いいボールが入ります。真ん中にましょう。ボールイブナシ、あたす、いきますよ。まずは開始30秒、青チームが1点ゲット。ビブナシです。ボールを回します。後ろから縦を選択、右サイド狭いレボールを逃げて、また抜きで真ん中預け、引き取ったボール引きつけながら相手下うまく収めて、いやー、ついたブロックして、青がゲット。もしかしてヒールは流れます。欲しい。サイドから再開。さあ、1点返したいビブナシです。中央持ち替えて右サイド、フォア動き出し、フォアはブロックして再でいきます。ボールビブナシ、1分経過。ビブナシチームです。さあ、持ったボールビブナシチーム真ん中動き直し、送ったボールはブロックして青がゲット。さあ、フォア広がりです。もしかして青チーム2点目狙いたい。縦を使ったスルーにしたが、なんとか対応、ボストンに当たってキーパーがゲットです。危ない危ない。さあ、こぼれたボールは青チームが回収してます。1分ちょい経過。左サイド青チームタッチ、縦を使うタッチ、シュート、 OK、 ナイスガール。動き出しうまく使って追加点、2点目です。2-0、1分半経過。さあ、開始に行きましょう。ビブナシチーム、まだまだ時間はたっぷり、追いつき逆転の時間はあります。ボールを持ってビブナシチーム左に預け、寄ってくるディフェンダーが1枚、もう1個サポートしたい。なんかカットイン、青がブロックこぼれて負けた、青チーム前ドリブルで運んで自ら行ってシュート、ブロック、ナイスキーパー。コーナーから再開。さあ、コーナーのチャンスをゲット、青チーム3点目を狙います。はい、入った、ダイレクト、ブロック、こぼれ球ゲット。さあ、これでカウンター行きたい。左サイド、寄ってくる自分で当てたボール、青がブロックして、こぼれ球、左へ広げます。さあ、押し込みたい、青チーム。持ち替えてから、右は動かさない。さあ、これでディフェンス、ビブナシチーム、縦。さあ、ホーム広がり。さあ、決めに行きたい、ディフェンダー2枚。勝負はどうだ、いやー、オッケー、ナイスガール。右サイド、ドリブル持ち上がりからの1点ゲット、2対1です。行きましょう。さあ、2分が経過、残り4分で1点を返します。2対1。さあ、青チームです。預けて右、フォア浮き球になりますが、しっかりと収めてからこれで上がっていきます。1枚間を通したボール、ダイレは流れます。惜しい。キーパーから再開。さあ、キーパーからビブナシチーム、近いところで始めます。さあ、ディフェンダーの合間を縫って降りてきてから後ろ、後ろから寄ってくるんで一旦下げ、下げから右サイドも顔を出します。ゲット、裏のスペースを使いたい。いやー、いいボールが入ったぞ。タッチ持ってきてシュート、 OK、 ナイスゴール。うまく連動して動き出し、裏のスペースピタッと使いました。ナイスゴール。行きましょう。3分弱経過で 2-2 同点になります。青です。預けて右、タッチをします。持ち替えてから前へ持ってきたい。また抜き、縦中央から落として左、シュート、 OK、 決めていきます。青チーム3対2。行きましょう。3分経過、ビブナシです。さあ、点の取り合いの様子をガチの前半戦2試合目、3対2、ビブナシです。中央預けから周りを確認、歩いてくる間引きつけながら浮き球で裏を使う。キーパー出てきた、太陽、ナイスブロック。さあ、コブレゲットして青チーム、いやー、よく足伸ばした。ビブナシゲット、もしかして3点目はどうだ、いやー、ディフレクション終わってサイドへ切れます。コーナーから言いましょう。惜しい。しっかりとシュートコース、足を残します。ナイスブロック。コーナーから再開。3分半経過、ビブナシ探して出しどころはないか。お、はい、持ってく、シュート、折り返し、タッチ、いや、ブロック、青タイだ。さあ、回収して青チーム突き放しに来た。4点目になる時、ビブナシが前からはめます。さあ、これではめ切って取り返したい。ビブナシチーム生きてますよ、ライン上勝ってる。ブロックした青チーム、やってきた。さあ、また抜きで逃げて真ん中、真ん中からフォア広がり、スルーして左サイド。さあ、これでカウンター行きたい。3対2勝負してきて、カットイン、ナイスブロック、ビブナシゲット。さあ、しかし寄ってくるディフェンダー入れ替って、青がゲット。もう一回左振った、タッチ、スルーが合わなかった、惜しい。4分経過、残り2分、ビブナシ前からプレッシャーが1枚いきます。うまく逃げたい、いやー、ナイスカット。前からプレッシャー行きました。ナイスブロック、行きますよ。 4-2 です。広げます、点差、これで2点差。残り2分弱、ビブナシ下げて中、いやー、ナイスカット。青チームずらしてから冷静に OK、 青チームの前からのプレッシャーがはまります。ナイスゴール。行きましょう。残り1分半、 5-2 です。さあ、ビブナシです。まだまだ返す時間はあります。1分半ほど、一つ持ち替えてから近いところ、前をまた抜きで左サイド入って、持ち替えて中央カットインはブロックして青です。サイドからビブナシボール、釣れた、大丈夫、 OK、 キーパー回収、青持ちます、縦ブロック。さあ、これでも防げない。左振ってタッチ、ゴール前シュート、いやー、ポストか、惜しい、ブロックしたボール、続いて、いやー、惜しい、ライン上駆け出します。うまく当ててボール、青ボールです。ナイスキーパー対応、危ない危ない。残り1分ちょい、
間、青チーム、ラー入れて左サイド、持ち替えて青チーム、ドリブルから前運びます、左サイド、引きつけながら、縦を使う、タッチ、中央を引き取って、右サイド、ブロック、ビブなしゲットし、残り時間は1分を切ります、ビナチームは間、当初、青がブロック、うまく締めました、持ち替えて左からタッチして、いやー、キーパー前出ました、ナイスブロック。リスタしてます、青チーム。左、あ、板を顔出します、ガース。狭まってるって右サイド縦これで顔出しますフォア向こう出し狙っいやーナイスゴールポストにうまく当ててこれで追加点4点差まずビナシム回収にいきましょう残り30さあまずは1点回収きたビナシム6-4、6-2失礼そしてからドリブル入りますかブロックして青ゲットナイスだとさあ持ち替えて青チームドリブルから右サイド溜めながら上がりを待って左サイドオッケーナイスゴール青チームがいい連携で決めていきます残り時間わずかさあ残り時間はあとわずか行きましょうビナシーム預け左縦選択持ち替えて一旦避けますさあ1点返したいビナシさあ前へ運びたい中央ゲットからのブロックはこぼれてビブナシ回収ですさあ残り時間はあとわずかうまくかわした右サイドタッチ前へ運びたいビブナシ持ち替えてシュートいやー惜しいラストワンプレイいきましょうかコーナーからラストワンプレイあざすさあ相手からラストワンプレイいきましょうさあラストワンプレイ決めておりたいビナシーム浮き玉ブロック青ゲットさあ返しに行きたい青チームさらに突き放したい左サイドタッチドリブルの前一歩入った左サイド奥でフォア流れますしよいしょ青から再開持って中央預けて左サイドうまくずらして左サイドゲット青チームシュートはいやー入ってない決まってないこれではブロックしてビブナシチーム持ってからブロックしてうまくずらして左サイドゲット中央持ち替えて真ん中預けてボール寄ってくるジェンダー手はずらさないよブロックしたボール青ゲット左タッチ青収めきれずサイドからビブナシボールビブナシです下げて後ろ預けます左へ戻しタッチ持ち替えて中央動きを見ますガー狭いエリアボールを預けてからもう一回やり直しビブナシ下げて後ろもう一回右へ戻しは切れましたサイドから再開します中央持って間引き取ったボールは青チーム右サイドはブロックしビブナシ回収です持ち出してドリブル左サイド間通したボールは流れます欲しいさあまずは1分経過6分のゲームキーパー2分で交代します青チームです間タッチ真ん中もらう引き取ったボール左折り返したビブナシがブロックですこぼれゲットビブナシーム左サイドは流れますさあ相手から再開持ってビブナシ後ろからモール持ちます左預け強い見し寄ってくるジェンダー間は開くかな引きつけながら縦をする縦からクロスはどうかな前わー動きがちょっとずれた青が書き出しますが寄ってくるジェンダー書き出してサイドへ切りましたサイドから青チーム下げて真ん中青チームボールを持って青チーム前左タッチ入れ替わりからブロックは切れましたサイドからいきましょうコーナーからいきます1分半経過さあまずは1点決めたい青チーム前半戦ラストマッチ3試合目近いところシュートはどうかなブロックかブロックしたビブナシゲットうまく浮かしてボレーを狙いましたビブナシです縦を使い左折り返しはこぼれたボール青をゲットしますランニングで前へ運ぶ寄ってくるディフェンダーフォアへ展開もう一回折り返したいガー溜めてからちょっとボールが伸びましたビブナシゲットさあ入れ替ってビブナシドリブル運びながら引きつけながら引きつけながらちょっと持ち替えたボールがディフェンダー狙ってますが入れ替って青ゲットさあ持ち替えて青チーム狙って中央入ってボールはブロックしてビブナシが回収さあボール奪い合いまずは1点決めに行きたい両チームフォアへ展開中央中継したボール戻ってきて青をゲット左展開して右サイドフォローがない一人で行きますあいやブロックキーパー青チームでいきましょうか青チーム次のキーパー行きましょう青チームキーパーチェンジしますネクストナンバー行きましょうか青チームオッケーあたす3ナンバー行きましょうかナンバー3で行きましょうかキーパーチェンジしましょうナンバー3で行きましょうかナンバー3オッケー2分ちょい経過青チームです残り4分青です下げたボールブロックしますリマシゲット右サイドは入れ替わり前へ送るビブナシチームゲット左サイド振ったタッチからウォールマイズヤーブロックなしキーパーゲットしていた青チーム預けて右サイド縦を選択右からシュート OK うまくつないでまずは青チームが1点ゲット真ん中の勝負のチームいきますよさあ1点ゲットはビブナシチームは左切れました青が1点をリードしてます3分が経過残り3分青です下げます後ろ中継落としたボールビブナシが回収さあもう一個連動したい寄ってくるディフェンダーが1枚預けにして股抜き右サイド折り返しフォアに入ってうまくずらしてからシュート OK ナイスゴール
狙われてますが、ちょんちょんとついて左サイドでうまくボールを運びました。ナイスボール。行きましょう。3分半経過、維持しと点。さあ、青です。引きつけて左サイド。これで持ち帰ってから前。ポストを見ながら中央を引き取って、預ける右サイド。ドリブル前持ち出し。中央、中継。溜めてから左、タッチ。折り返しどこな、また入れから中はいけない。ビヤシがブロック、こぼれ球、青ゲット、もう一回。ずらしに下ボール、ビヤシがブロック入れ替わるかな。ナイスカット。サイド切ります。青です。近いところ。左。長いボールはブロックは当たってコーナーです。さあ、青チームです。シュートは、ブロック、キーパー対応。ナイボール左、さあ入ったぞ。ずらしてから、ゴール前どうだ。シュート、ブロック、キーパー前出てました。カットしてビヤシ。すぐにした。持ち替えます。先で後ろ。寄ってくるディフェンダー。滑った、大丈夫。大丈夫。はいよ。ボール、青くなりました。大丈夫。オッケー。青から正解。青です。下げます。左から青チーム。間にする。受け取ったボール。寄ってくるディフェンダー。前が塞がってる。ビヤシが入れ替わり。さあ、これで2点目取りたい。後ろから行かない。後ろから行かない。オッケー。ビヤシゲット。持ち替えて、ビヤシ下げて、後ろ左サイド。持ったボール、ビヤシまた入れから前塞がってるんで、うまくかわしてから中央ドリブル、うまくずらした。持ち替えて、もう一回。伸ばしてクロスブロック。先にごめんなさい、キーパーチームしようか。キーパーネクストナンバーいきます。ほうですね。はいよ。ビヤシずらし真ん中。さあ残りは2分を切ってます。ブロックしてビヤシがゲット。さあ広げて右サイド持ち出した。シュートは右倒し。さあ残りは1分ちょっと。1-1同点です。青チーム真ん中ポストから持ち替えて青です。右預けブロック、ビヨシ回収です。持って左サイドゲット。間、右サイドは流れます。欲しい。青です。青チーム、左サイド預け。タッチ。持ち替えます。ドリブル。ダメで中央入ります。ガー前塞がってるんで、ボールを握った、ボール逃げて、なんとか、ボールまだ残ってますよ。生きてます。まだ残ってる。ラインジャーかかってる。大丈夫。ビヨシゲット。さあ、持ち替えて左サイドタッチ。ずらして、やーブロック。ナイスキーパー。さあ、こぼれゲットして、青チーム残り30。が寄ってくる。ビヤシがブロック。ゆかりシュート。いやー右か、欲しい。青チームです。残り30切ります。2点目欲しい。青チーム縦を選択。右サイドドリブル前からシュートは右です。欲しい。サイドネット。ビヤシから再開。さあ2点目が欲しい。両チームビヤシチームです。ボールを持って中央を預け、持ったボールビブナシチーム預けて右サイド。まあ、はどうかな。塞がってるんで中央を下げます。持ってから預けて右サイド。いい左へ展開です。さあ押し込みたいがブロックがうまく気づかれてます。中央入ってもらうが続きます。ゲットして青チーム残り時間あとわずか。引き付けてから前ドリブル入る。2枚目が来る。また抜き真ん中ビヤシがカバーして右サイド。さあスペースだ。持ち込んで奥のボールヤーブロック。ナイスキーパーライン上に来てます。残してこれは切れました。青チームゲット。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレー、ラストワンプレー。大丈夫キーパー。ラストワンプレー。青チーム右サイド、中央。さあ、1点決めて、降りたい。フィニッシュ、降りたい。右へブロック引っかかった。さあ、ゲット、右チーム。さあ、決めたい。ラスト、ワンプレー、前入る。キーパー出てくる、対応。ブロック、ナイスキーパー。さあ、入れ替わった。青チームゲット。さあ、ディフェンダー1枚だ。勝負しかけて、青チーム。そしてから右サイド、戻ってきて、2枚目、3対2。勝負しかけて、青チーム。さあ、ラスト、ワンプレー、決めて、降りたい。2点目を。いやー、切らないか欲しい。では行きましょう。後半戦のガチの1試合目です。お願いします。まずはボール持って、赤チーム。受け取ったボール赤チーム。持ち替えをしてから前へ運びたい赤です。握ったボール相手にします。タッチしたボール赤引き取ってからドリブル運びながら預けて左サイド。持ち替えてから中どうかな。左はずれて見ましたが回収。さあこれでキーパー勝負だ。ずれてからいやーオッケー。ナイスガル。まずは1点見ましたが裏のスペースうまく使ってカウンターで決めます。1点ゲット。30秒経過。1点ゲットは見ましたブロックした赤チーム。左へ預け持ち替えてから赤預けて後ろ寄ってくるディフェンダー。ディフェンダー来てますんで下げてもう一回。キーパー使ったので、ね、追い込みますがうまく逃げて左サイド。持って赤チーム前を塞がれるんで持ち替えをしてから赤チーム。右預けずらし真ん中はブロックです。ビヤシ回収入れ替わり赤ゲット。ずらしてシュート押し込みてからブロック入ってサイドで切れます。サイドから再開。1分経過赤です。見ます。さあ押し込みたい中央引き取ったボール。まずは1点返して赤チーム受け取って赤降りてくる右サイドナイスタッチ。もしかして中央わあビブナシが寄ってきますが入れ替われるかな。こぼれが赤に入ります。寄ってきますがうまく入れ替わったボールビブナシがゲットして預けて後ろフォアも広がりたい。持ち出してドリブル前は勝負はどうかな。ブロック当たってこぼれ球が流れてボール赤ボールでいきましょう。1分半経過赤です。リスタさあ1点返したい赤チーム。持って赤縦を使う。フリックはブロックしてビブナシ回収狙ってますがキープはしきれずサイドで蹴ってボール赤。
さあ1点返して赤、あいやナイスカット、こぼれ当たってサイドからもう1回赤チーム。さあまずは1点押し込みたい赤チームです。もっとほら赤真ん中使う、まあ、前はいけない、美容師がブロック拾ってから、あいや取らない、赤ゲット、もう1回持って赤チームしっかりと背負ってから左サイド、間戻してから中央がボールがずれて見えましたが、かき出しますがキーパー開始してます。赤チーム預けて左、長いボール裏を狙ったボールは切れました。で両チームキーパーチェンジましょうか。両チーム次のキーパーでいきましょう。キーパー次の番号しましょう。次のキーパーで OK、 いきますよ。あざす。2分が経過、残り4分です。まずは 1-0 ビマシがリード、浮き玉で裏、いいボール入った、ナイスタッチ、真ん中一つ、さあ勝負はどうかな、 OK、 ナイスゴール。これは前にうまく抜け出しました。ロングボールナイス。行きましょう。赤チームから再開。2分半経過 2-0 赤です。左サイドドリブル、シュートはヤーブロック、ナイスキーパー、こぼれゲット、ビブナシチーム、左サイドへ広げてから周りを見て真ん中も降りてきます。長いボール狙った、これは切れてキーパーから再開です。赤です。降りてきた左サイド、さあまずは1点返しに行きたい赤チーム。縦を選択から引き取ったボール下げて後ろからもう1回寄ってくるデュエンダー、うまく逃げたい、うまく逃げたい、ボールを持ち替えて前、前ドリブルから相手通してポーストに当ててから寄ってくるディフェンダー、持ち替えて赤チーム引き取りながら狙ってますが、うまく逃げたい、ボールからヒールは残ったかな、切れたかな、最後は行こうか、 OK、 最後は行こうか、アナス、最後から再開。ビヨンシです。3分経過、ビヨンシーム左サイド落として後ろ、間ポスト落とし、長いボールカットこぼれ球中央気をつけて OK、 サンキュー。さあこれでゲット、赤チーム1点取りに行きたい、ゴジル持ち出しからシュート、いやオッケー、決めていきます、ナイスゴール。これで追い上げ2対1、真ん中でいきましょう。3分ちょい経過します。ビブナシからリサ、さあ 2-1 1点追い上げるのは赤チーム、返したいビブナシチーム、浮き上げ浮き玉にして左サイド、間降りてくる、落としから後ろ、裏動き出しを使いますが、もういやー惜しい、ダイレクト狙いました。3分半経過、赤チーム赤です。預けて右サイドタッチ、寄ってくるディフェンダー左へ広げ、縦は切れます、欲しい、サイドからビナシ、ビナシです、ボールを持ちます、左へ広げタッチ、フリック左サイドシュート、 OK、 ナイスゴール。真ん中ショーキーパーチェンジしましょうか。両チームキーパーチェンジしましょう。次のキーパーチェンジ、ボール真ん中赤、 OK、 いきますよ。さあ突き放して3対1になります。残りは2分、赤です、持ちます、降りてきて右サイド落として後ろからもう1回下げて右サイド、赤です、持ちます、持ってから赤チーム、間タッチ、赤前ブロック、右サイドジュース、いやブロック、こぼれゲット、ビビアシームゲット、シュートはブロック、ナイスよく跳ね返した、うまく収めたい、ビビアシーム、これで収めてからビビアシーム、持ってから中央ビビアシーム入って真ん中ポストになって反転前向く、一つタイミングを出して右左サイドはブロック、赤ゲット、前から来ます、うまく取り直してビビアシーム、浮かしたシュートは流れます、欲しい、さあ浮かしてボレーをガンガン狙ってきます、ビビアシーム、残り1分半、赤です、縦を使います、タッチ、一つボール赤チーム戻して後ろから持って中央を引き取ります、ウズロ間入れるかな、しかしブロック入ってキーパーが回収、左サイドでゲット、ビブナシーム上がらせる、右サイド1枚前を1枚引っ張ります、縦をして折り返し、フォーワーは届かない、赤ゲット、キーパー対応、さあ1点返して2点目を狙って赤チーム、ドリブル持ってからフォーワー左、いやーよく戻った、ナイスカッター、ビブナシゲットです、持ってから左、ビブナシーム間降りてくる、タッチ寄ってきますんでボールを握って真ん中預けスルー、左は流れます。残り1分いきましょう。残り1分、赤です、預けて右サイド、フォアへ広げタッチ、下げてからもう1回、相手はどうかな、スルーになってキーパーまで戻ります。残りは30ほど、3-1、2点目狙いたい、フォアへ振った、入った、ゴール前だ、溜めてからずらして、いやーブロック、いや惜しい、キーパーもなんとかついてきましたが、ディフレクションが吸い込まれます、ナイスゴール。真ん中でいきましょう、いきますよ。さあさらに突き放して 4-1、 さあ決めに来た赤チーム、まずは1点、残り30弱、引き付けます、預けにします、これでもらってから下げて後ろからもう1回、赤チーム間タッチ、ちょっとからまたいで持ち替えます、ずらし赤、前はどうかな、前奥手ボール入れ替わり、右サイド折り返し、いやー惜しい、ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレー、細かいパスワークで繋いでいきましたが最後合わず、ラストワンプレー、赤ゲット、預け右、さあこれで1点返したい、赤チーム持ってから間、いやー浮いたか、惜しい、行きましょう、ガチの後半戦2試合目です、行きましょう、送ったボールブロックして赤ゲット、さあ持ち替えて赤チーム預ける左サイド持ち出してドリブル中央、いやーブロック、ここは決めきれない、右足回収、浮き球預ける右サイド、折り返し中央入った、ずらしてからシュートは下がってるか、もう一回左サイドで
折り返し、フォア、ブロック、こぼれ球、赤が返ってきます。さあ、これでゲットして赤チーム、さあ、カウンターできて1枚剥がしてボール、2枚目が消えますから、スルーしたボール、サイドできます、ボール、ビアシ。うまくプレッシャーを与えました、ビアシです。間、タッチ、ヒールはブロック赤チーム、左サイド預け、ブロックした赤チーム、うまくボールを握ります。預けて右サイド上がらせます。持ち直して赤チーム。真ん中タッチ、いや、入れかったぞ、ビアシゲットだ。さあ、持ち替えて、ビアシーム。さあ、これ一人で、いやー、決めきれなかった。ちょっと上がりを待ちましたが、自らちょっと打ったキーパーが何度か対応します。ゲットして赤チーム、前は行かせない、ナイスブロック。こぼれゲット、ビアシームが持ち替えて、中央ドリブル入ってから引き付けながら落としにする、落としから引き付けて、右サイド、右サイドからフロースはどうかな、うまく持ってきたい、シュートした、オッケー、ナイスガル。2でニアをうまく抜きました。真ん中でしょ、行きましょう。1分経過で、まずは 1-0、ビアシがリード。赤です。持ちます、間、預けたボール、引き取ってから左サイド、縦を使うタッチ、フォアも広がり、持ち替えてから前は行かせないブロックです、こぼれ球をゲットして赤チーム、中央を預けてから下げてから後ろ、もう一回、間、ブロック、ビアシゲット、さあ、持ち替えてビアシーム、さあ、押し込みたいが、前はどうかな、塞がってるんで、ボールを握ってから、右は上がりたかったが、これはちょっと伸びましてほしい、一般経過、赤チーム、真ん中預け、さあ、1点返しに行きたい、まだ 1-0、左振った、タッチ、ドリブルの前、中央、引き取る。タッチ右はブロックです。入れ替えて、ビヨシ回収。さあ、持ち替えて、ビヨシ左預けたボールは、これは二人の息が合わず、惜しい惜しい。サイドから赤チーム。赤です。預けて、真ん中赤チーム。右サイドを持ってきます。中央からもう一回経由。持ちます。相手どうかな、一つから右サイド。まあ、抜け出す動き引き付けながら持ち替えます。振ったボールは、流れます、惜しい。当たった、ごめん、当たったか、オッケー、当たったら赤チームでしょ、ありがとうございます、自己申告ありがとうございます、赤から再開、赤です、ゲット、真ん中預け、タッチ、押し込みたい、まずは1点返したい、赤チーム下げてやる、もう1回左へ展開、前はどう、あ、いや入ってて、いやー惜しい、ブロック、ナイスキーパー、さあうまくずらしてから中央ビブナシ、ボール行きますがうまく入れ替わって、ビブナシチーム前運びたい、浮かして右サイド収めたボール、赤ゲット、さあ折り返して赤チーム、また抜き入った、右サイドタッチ折り返し、いやーブロック、よく寄ったが、オッケー吸い込まれました、ナイスゴール、1対1の点、キーパーチェンジ行きましょうか、両チームキーパー上がります、真ん中からビブナシチームでいきましょう、行きますよ、よいしょ、キーパーとディフェンダーでうまくコースブロックしましたが吸い込まれて1点返した格好です、奥でボラ流れます、ボラから再開、赤チームです、左から1対1の点、あいだ、やーブロック、ナイスカット、これゲットして、持ち替えて左サイド、方は広がり、うまく持ってきたい、右の上がりを使ってから第1左折り返し、間でした、惜しい、いいよ、赤です、リスター真ん中落として後ろ、持って赤チーム、浮き玉、裏はビブなし、ゲットで左サイド、台入れて展開、右サイド、持ってから後ろ、もう一回、引きつけます。さあ、動きを見ながら、降りてくる右サイド、これで動き直しをして、真ん中スペースを作ります。間預け、タッチ、落とし。前は行かせない、ブロック、これはゲット、ビブなしもゲット、左サイド、スリーは、フスルーは失敗、赤チームゲット。さあ、取って赤チーム、さあ、ランニングで左サイドを使う、フォーム広に、さあ、返したい、勝ち越し点はブロックでビブなしゲットしてほしい。3分半ほど経過してます、宮新タッチ、中央、ナイスブロック、入れ替わり、ブロックした赤チーム、ボールをキープで赤チーム、持ってから右サイド預け、預けたボールタッチをして、持ち替えて、間、ブロック、ビブなしゲット、さあ、カウンター左サイドタッチ、さあ、持ち替えて、シュート、いやー、ブロック、ナイスキーパー、そして残してますよ、残してます、よしゲット、持ち替えて、宮新間、わー、ブロック、これだ、続いて、ゲットして赤チームです、下げてから後ろ、もう一回、赤チーム、さあ、前へ運びたい、赤チームですが、すぐプレッシャーが来るんで、下げてから後ろ、もう一回、間をしたボール、受け取ったボール、ビブなし、体を寄せて、ゲット、シュート、ポスト、左サイド、ブロック、サイドへ切れます。先にキーパーチェンジしましょうか、先に最後キーパーチェンジしましょう、最初に戻ります、 OK、 4分経過、残り2分、ビブなしです、持ちます、左へ預け、タッチ、まあ、はどうかな、ドリブル運んで中央、中央から引きつけて預ける、右サイド周り見ます、寄ってくるんで一旦下げ、台狙ったボールはブロック、こぼれが入ったが青、赤が回収します、残り1分半、赤チーム右へ中央、1時同点、2点目を決めたい、赤チームドリブル運びながら前はいけないんで一旦ボールを預けてから赤チーム左サイドへ持ってきます、中央は赤チーム受け取って前へ抜け出す動き、スペースを送ったボール、ブロックこぼれ負けた、赤チームもう1回、さあ決めに行きたい、2点目タッチ、持ち替えて、あいた、シュート、やーブロック、ナイスキーパー、こぼれの負け、気をつけて、オッケー、ボールに行きました、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー、ビヨシ回収です、左サイド持って、あいた、ブロック、つっついたボールサイドへ切ります、ビヨシボール、残り1分いきましょう、残り1分、ビヨシ真ん中預け、もっと右足、左上がらせます、さあ決めていきたい、2点目シュートはどうぞ、いやーオッケー、またいで素早い振り抜き、2対1ゲット、ナイスゴール、残り1分弱いきましょう、
赤から再開どうぞ。残り1分弱です。2対1、これでビブナッシチームが勝ち越し1点。さあ2点目返しに行きたい赤チーム、同点にまずは持ってきたい左サイド、ゲットしたボール赤チーム前、アコビターイが塞がってるんで右サイド、出したボールまたは抜かせないが入れ替わりは体をしっかりと入れた中央、しかし手前でブロック2枚目が効いたボール赤が回収した、もう1回相手が空いたかな、浮かせたボールはビブナッシュ引き取る、または抜かせないが引き取ってビブナッシュゲット、左サイド持ち替えて今度はどうかな、オッケー、ナイスゴール、3対1カウンター抜け出しました、ナイスブロック、赤チームいきましょう、残り時間はどうか、いきましょう、赤から正解、赤です、あとで真ん中寄ってくるジェンダー、判定して前向く、左はブロック行かせない、ビブナッシュがゲットして、さあこれで前を持ち出したいが真ん中ブロック引っ掛けて赤チームゲット、さあこれで返したい、左サイドタッチ折り返し、どうかな、ずらしたボールブロック打ち切れない、もう1回どうだ、いやーオッケー、ナイスガール、3対2追い上げます、真ん中から行きましょう、行きますよ、ラストワンプレイ行きましょうか、ラストワンプレイ、さあラストワンプレイ行きましょう、ビブナッシュチーム3対2です、さあもう1点返したい赤チーム、突き放してビブナッシュチーム3対2、ラストワンプレイ、ずらしたから前は行かせない、入れ替わると持っていければ、ずらしたボールもう1回収めて右サイド残ってますよ、オレンジは勝ってる、大丈夫、ずらしたボール入れ替わって赤チーム前持ち出しブロック、長かったところ切れました、惜しい、ラスト1試合ずつです、お願いします、いきましょう、6分ほどのゲーム、赤入ったいきなりチャンス、体入れしっかり入れる、いやーブロック欲しい、キーパーゲットディフェンダーゲット欲しい、さあまずは1本しっかりと体入れてシュートを打てる体勢をしっかりと確保しました、赤ゲットタッチフリックビアンシャイブロックゴーボールダムゲット、前は行かせない、赤ブロックゴーボールダムゲットして、さあうまく連動したい、預けてから続いてナイスカットゴーボールゲット、ビブナシームです、寄ってくるディフェンダーうまく逃げたい、うまく逃げたい、ガー引き取って、いやーキーパー対応浮かして真ん中入るかな、これはうまく逃げました、サイドで切れます、ビヨシすぐリスタが大きいかおしよし、ロングで速攻リスタを狙います、赤チームです、左サイド持ってから赤持ち替えてから右の降りてきたところ使います、タッチボール赤チーム真ん中預けたボールはスルーになってサイドで切れました、サイドからビブナシ預けて中央持ち替えてから回り見ます、持ってきたいかちょっと広がらないんで、もう一回持ってから縦相手にします、一つボールうまくずらして右サイドちょっと前に出します、押し押し当たってビブナシ左持ってみなし降りてくる右サイド中央ブロック赤チームゲット、さあカウンターディフェンダーは1枚ずらしから持ち替えて落としキーパー出てくる対応したい、持ち替えてシューターブロックこぼれたもう1回ゲットして赤チーム言っていますずらしブロックこぼれた左入った持ち出してからずらしてシュートが打てないキーパー対応これでもう1回ビューシーゲット右サイド上がれてる、さあこれでカウンタービューシームです、しかし戻りが早い赤チームゲットして赤返して左サイドシュートはブロックキーパー対応、まずはやらせません両チーム、1分半経過ビブナシです、真ん中預け持ってから前向くシュートはブロック溺れ玉ゲット赤チーム、さあ赤チームです、ドリブル勝負シュートはいやーポストこれも決まらないビブナシゲット、さあ持って縦ブロック溺れ玉ゲットして赤チームうまく裏抜けたいがビブナシが回収をしてこれで真ん中もらいます、左は上がらせる方は広がります、これで浮き玉を送りました、赤がブロックして回収しました、鍵出して左サイド赤、さあ今度はどうかな、またぎながらシュートブロック、いやこれ決まったか、オッケーナイスゴール、跳ね返りが決まりました、キーパーチェンジいきましょう、キーパーチェンジいきます、再三の左からのチャレンジが実ります、キーパー変わったかな両チーム、オッケーいきますよ、2受けから残り4分狙いますガーブロックまずは1本狙っていきます、ビブナッシュです、赤回収、さあ1-0です赤チーム、右サイド預け寄ってきますが縦を使う、縦から中央はどうかな、つついたボールはサイドに来てます、赤チームです、赤です、預けて後ろ持ち替え後ろシュートはブロック当たりました、サイドに切ります、はいよ赤から再開リスタして真ん中2点目で入れて赤真ん中通したボールビューシームブロック、さあこれで持ち上げないビューシームまたいでから縦預け方は顔を出す中央をもらってから持ち替えてシュートコースを作り左持ち替えていやー惜しいポストだ、ゴールゲットして赤チーム残します、ブロックビューシームゲットシュートいやーポストが、さあポストに当たります、再三のポスト赤です、回収してます、持ち替えてからスイッチ後ろ左曲がってくるこれを使う、縦も抜け出し使って左サイド入って折り返したとこだな、塞がれるんでボールを握ります、受け取ったボール動き出しもありますが一旦下げます、3分経過残り3分赤です、下げて後ろ前はどうかな、右に戻し縦に広がり代理狙ったボールは流れます、さあビブナシです、タッチ左サイド戻しビブナシームです、預けて右サイド長いボールはいやポストに中央入ります、しかし3枚のディフェンダーがいます、2対3声かけて左も上がります、相手ドリブル入った
左展開フォアシュートヤーブロックのアイスキーパー攻防レーダーも鍵出し上げた。さあこれで赤チームのカウンターのチャンス。左サイドからまだうまく1枚かわした、もしかして右に振った、いやいいボール、オッケー、ナイスガル。左サイドしっかりと引き付けてアシスト、ナイスガル。行きましょう、真ん中から3分半ちょい経過、 2-0 ラストワンマッチ行きましょう。ビデシーまずは1点返したい。さあビブなしですが、赤ゲット引き取ってからタイミングをずらしてからボールをしっかりと握ります。赤チーム、赤です、持ちます、左預け、折り返しは伸びましたがキーパーフォロー、赤回収、左サイドタッチ、前運びたいドリブル勝負、あいやワンツーどうだ、いやー惜しい、キーパー最後チェンジしましょうか、最後キーパーチェンジします、最後次の番号しましょう、 OK。 4分経過残り2分いきましょう。ビブナッシ右サイド、まあ、絵はどうかな、左へ預け、タッチしたボール引き取ってからさあ押し上げたい、別に中央を引き取ったボール左サイドはなかった、惜しい。さあ残り1分半ほど、 2-0 1点返したいのはビブナッシ、突き放したい赤チーム、振ったボールは大きくなります、惜しい、ビブナッシです、預けて左持ち替えてから落として後ろ、もう1回右へ戻してタッチ、まあ、はどうかな、中央ドリブル入って相手預ける、預けたボールずらして股抜きはキーパー対応、ゲットして赤チーム左に預けます。さあこれで返しに来たチーム3点目を狙いたい、やりタッチ追い込まれますがうまく逃げた、ナイスカット、しっかりと寄りました、赤ゲット。さあリサしてサイドから、赤です、見ます、近いところ預け、しっかりと背負ってから下げて後ろ、ボール生きてますよ、ビナシがブロックしたボール、ヒールが入りました、赤チームゲット。そしていやーまた抜けなかった、これはビナシカバーします、残りは1分切ります、ビナシです、プレッシャーかかります、右へ振って前へ向く、左も広がり中央もありますが、これ抜けてって真ん中スペースを作って左サイド上がり、フォアも広がり持ってきたい、カットインができない、赤ブロック、これで抜けた、赤チームドリブル前へ入りながら、さあこれはしっかりとボールを握ります、赤チームまたいでから一つ怒らせて中央、中央から上がりを待って左サイドを測るスペースがあります、持ち込んでシュートはブロック当てました、ナイスブロック。残り30、残りは32、0赤チーム3点目狙います、コーナーから浮き玉、フォアからボレーを当たらずほしい、ビビナシから再開、さあビビナシです、リサ真ん中ブロック、赤ゲット、ナイスカット、赤です、入れ替わります、真ん中入る、左預け、スペースがあるぞ、持ち替えてシュート、いやーオッケー、ナイスガール、ナイスガール1点ゲット、ラストワンプレー真ん中から行きましょう、いきますよ。さあラストワンプレーです、ビブナシです、ボールを持ちます、受け取ったボール、ビブナシチーム、ボールを持ち替えて下げて後ろ、さあ1点決めて終わりたい、シュートはいやー惜しい、で行きましょう、ミックスの2試合目です、お願いします。引き続きこっちのカテゴリーはボディーコンタクトなしです、行きましょう、サイドへ切れて、ボールはビアシボールから再開です、6分のゲーム、キーパー半分の時間交代します、スケットキーパー半分の時間交代です、ボール待ってビアシも預けて右サイド、寄ってくるディフェンダー引きつけながら前へ押し込みたい、ビアシは中央ゲット、タッチ入った、折り返し、うわーブロックして黄色チームです、うまく止めてからボール握りたいから、ビアシが狙ってる間入って止めてから、いやーナイスゴール、うまくキーパー稼いで、まずは1点ゲット、真ん中からいきましょう、ボール黄色いきますよ。さあアップゲームを終えてミックスの2試合目、6分のゲームになってます、まずは30秒経過で1点ゲットはビナシーム、送ったボール、いや入れ勝ったぞ、黄色チーム押し込みたい、1点返しておきたい、いやー決めきれない、ナイスキーパー。さあこぼれて、まあ黄色チームをゲットしてシュートが右倒し、さあここは耐えてビナシームです、預けて右サイド待ってからビアシーボールを持ち替えをしてから左は伸びました、よさあこれでゲットの黄色チーム1点を返しに来た、動き出し中央を使う、タッチからずらして左送ったボールはビアシーがカバー、持ち替えてビアシームドリブル運んで左サイドを上がらせる、タッチ折り返しはブロック、ナイス黄色。さあ持ち替えて黄色チームうまくできたい、前から来てるんで角度を作りたい、左サイドでゲット黄色、さあ前もランニングがありますが持ち替えてから一旦ボールをキープです、狙ってるんです、下げてから台では切れてボール黄色になります、サイド。さあ黄色チームです、間ちょっと浮きましたがうまく収めてシュートはブロック、ナイスブロック。サイドから再開、黄色チーム下げて後ろ、黄色チーム戻して左サイド、間タッチブロック、ビナシゲット、さあうまく逃げたい、ビハインドタッチで送ったボールは黄色はカバーをします、持って黄色シュートは、いやー惜しいポストか、ビブナシから再開、さあ1点リードのビブナシチーム、右へ広げます、タッチ縦を選択、右サイド持ち替えてからビナシシュートは、いやーオッケー、ここはきっちりと決めて 2-0 点差を広げます、真ん中のキーラボール、2分が経過、残り4分いきましょう、黄色チームです、持って黄色、縦を使い左サイド落としたボールは切れてサイドからいきましょうか、ビブナシボールサイドからいきましょう、ビブナシから再開、広げて真ん中落とし左サイド、
回ります。動き出しがありますが、一旦左から中央、ナイスカバー。ゲットしたのは黄色チームです。持ち帰って黄色、前へ運びたいが、うまく預けて黄色チームを落として、後ろ、寄ってくるディフェンダーが1枚、縦へ押さえなく、ナイスカバー、搭載できます。黄色です。さあ、1点返しに来た黄色、2-0。ちょっとずれました、見出しゲット。さあ、持ち帰って、シュート、股抜き。これはキーパー対応です。黄色です。真ん中預け、フリックスボール、右サイドは伸びて、サイドへ切れました。見出し回収。近いところに預けます。広げて右サイド、間顔出す、これをもらいます。浮き玉で裏、これカットしてサイドで切れます。ボール、ビブなしボールでいきましょう。そう、3点目狙ってます。ビアチームです。サイドから再開、中央で受けたボール右へ振りました。間も顔出す、引きつけながら前動き出しですが、これ当たったボールはこぼれてビアチームが回収してます。下げてから戻して右サイド収めて、ずらしから中央入って持ち替えて、真ん中いけない、ブロックしたボールビアチームに流れます。うまくゲットして黄色チーム、前当ててサイドへ切りました。じゃ、先にビブナシチームの助っ人の方、キーパーチェンジにいましょうか。助っ人の方、キーパーチェンジにいましょう。OK。いきますよ。3分経過、残り3分。いきましょう。残りは3分。左へ、黄色チーム。さあ、1点返しに来た黄色チームが、間、浮き玉は、これはキーパーに流れます。欲しい。ビブナシ、回収。さあ、3点目、突き放しに来たビブナシ、裏を狙ったボールはこぼれてビブナシゲット、もう1回が、よく寄りました。大したよ。しっかりと切ってサイドからビブナシボール。ビブナシ、リサして中央。持ち替えたボール、周りを見ながら、間、うまくタッチした。そしてシュート、やーブロック、ナイスキーパー、これは正面でした。さあ、ゲットして黄色チーム、大丈夫、キーパー足。オッケー、ナイスブロック、黄色ゲット。さあ、持ち帰って黄色チームは、ためながら、左へ振る、左からシュートコースを見つけたい、持ち替えをして、寄ってくるんで、一旦下げ。残り2分。黄色。近い、いやー、狙ってるか、ビューシーゲット。さあ、この勝負はどうかな、いやー、キーパーに当たりました。コーナーへ切れます。さあ、コーナーから再開、ビブナシチームは下げてから間通したボール、黄色がブロックして再で切ります。サイドからビブナシ下げて後ろ、浮き玉うまくブロック、逃げてビブナシです。寄ってくるディフェンダーが1枚。さあ、間はどうかな、右サイド落として後ろタッチ、左へ預け、戻してもう1回。さあ、前へ押し込むタイミングを伺います。ビブナシドリブルで入ったが、いやー、決めてきます、ナイスゴール。ビブナシチーム3点目、残り1分半、黄色から再開。さあ、黄色チームです。さっきでしょ、間にする、いやー、よかった。さあ、まだ1点返したい。 OK、 いやー、右か、惜しい。まずは1本のパスからターンしてシュート狙いましたが、惜しくも右に切れました。ビブナシです。逃げて右サイド、寄ってくるディフェンダー、相手通したボール、黄色がブロック。さあ、これでかき出したい黄色チームがポストから、わー、左サイド送ったボール流れます。惜しい。残り1分ちょい。ビブナシです。真ん中持ちます、縦を選択、逃げて右サイド、前も顔出します。これを使う。さあ、引き取ったボール、ダイ入れて、フォアへ入った、中央引き取ってくる、浮かせたボールは切れます。惜しい惜しい。残り1分。さあ、残り1分、黄色チーム。さあ、リサします。黄色チーム、1点を返したい。さあ、黄色です。縦を選択は切れます、サイドへ流れます。さあ、サイドからビブなしでリスタート、残り30ちょい。ビブなしです。預けて真ん中引き取ります。寄ってくるディフェンダー、動き直しをしながら真ん中に預け、反転したボール、右サイド狭いエリアはうまく入れ替わって、送りたいが、体気をつけない、体気をつけない、 OK、 サイドで切ります。ボールサイドからビヤしていきましょう。あいや、あいや、わー、ブロック、もう一回、残り時間あとわずか。下げて後ろ、持ち替えてから、あいや、持ち替えてずらして中、行ききれない、黄色ゲットが、寄ってくるディフェンダー、もう一回浮かせたボール、当てたボール引き取って黄色、縦を使うがこぼれがゲットして、黄色チームうまくためを作って縦をブロック、ビブナシチームをゲット。もう一回股抜きカバーして黄色、ずらし、ディースが寄ってくるディフェンダー、持ち替えて足気をつけて、行き過ぎよ、OK、サンキュー。持ってから黄色、いやー、よかった、黄色ゲット。さあ、持ち替えて黄色チーム、前を塞がってるがうまく逃げて左サイド、さあ1点返したい、黄色持ち込んで左サイド上げ、シュート、いやー、ブロック、こぼれゲット、ビブナシ寄ってきます、うまく逃げて、さあ、これはスペースがあるとキーパー勝負だ。右サイド戻ってくるディフェンダー、いい戻りですが、こぼれて、いやー、ナイスカバー、黄色。前を行かせない。こぼれゲットして、黄色。ラストアンプレイ行きましょうか、ラストアンプレイ。ラストアンプレイ。さあ、ラストアンプレイ、黄色チーム。ずらしが真ん中、持ち替えて、前持ってきたい。がー、塞がってるんで、引きつけます、ディフェンダー。ラストアンプレイ。声かけて、キーパー使います、ラストアンプレイ。右へ、タッチ。寄ってくるディフェンダー、中央から右サイドはブロック、ビブなし、ゲット。さあ、ドリブル持ち込んでから、またいでずらして、いやー、オッケー、ハトドリック。行きましょう。3試合目です。ミックスの前半3試合目、引き続きボディーコンタクトはこっちのカテゴリーなしでお願いします。行きましょう。シュートはどんなシュートでも OK です。預けて黄色チーム、広げて真ん中、ボールをゲットして黄色です。当てたボールは入れ替わり、ビブナシが回収した、引き付けて左サイド入った、タッチずらして右サイドフリー、 OK。 まずは1点ゲット、ナイスゴール。真ん中から行きましょう、ボール黄色、あたす、行きますよ。
さあまずは1点ゲットのビブナシチーム、これはボールが伸びました。最低から再開ビブナシです。広げるフォアからタッチをして折り返、いやーオッケー、ナイスガル。うまく浮き玉でフォアの動きですよ、使いました、ナイスガル。真ん中で4勝、黄色チームいきますよ。さあ30長距離でまずは 2-0 返しに行きたい黄色チームです。さあモンゴールを持って黄色チーム預けて後ろ、まあ絵は塞がってるんで一旦キーパーまで預けます。降りてくる右サイド、縦を選択、タッチして黄色、もう一度縦、わー切れます、惜しい。ディフェンスです、近いところ、間に落として後ろから左へ展開、持って後ろ、縦を選択、右サイドタッチ、シュート、よーブロック、ナイスシュート、キーパー手大丈夫、ナイスシュート。まず真ん中でしょ、いきますよ。1分半ほど経過です、得点広げますビブナシチーム。さあ返しに行きたい黄色がボールを回します、これ足に合わずにサイドでいきます、ビブナシボール。さあビブナシです、真ん中預けから落として後ろ、一旦後ろを経由します、前はどうかな、浮き玉フォアから収めてタッチ落としたボール、ずらしはブロック、黄色チームゲット、すぐ戻ってビブナシ回収してます、下げて後ろからもう一回持ち替えます、右へ預け、左へ広げます、寄ってくる順で、あ、いやーナイスカット、しかしよく戻ってビブナシが回収しました、キーパーまで戻します、ビブナシです、長いボール、うわー、いやーボレー惜しい、ロングそのままボレー狙いましたが、これは右に切れました。2分経過残り4分、黄色から再開、黄色です、ボールを持って黄色預けて左サイドを上がらせます、タッチ持ち替えながら黄色、前へ預けたボールはキーパーの惜しい、ポストに当てれればといったパス、ビブナシです、左サイド、縦を使ったボールは黄色をカバー、持ち替えて黄色、前からプレッシャー、うまく V ターンでかわします、中央を受け取ったボール、さあ押し込みたい、縦からフリック、うまく入って右サイド、そしてシュート、いやーオッケー、ナイスガール、黄色チームうまくつなぎました、ナイスガール、いってきた、いきますよ。2分半経過で1点返して3対1、寄ってくるディフェンダー、下げて後ろ、ビブナシチーム裏を狙うボールを収めてヘディングがブロック、足元に OK、 残ったかな、残って黄色ゲット、かき出します、ナイス対応、ゲットして黄色持ち出します、さあ押し込みたい黄色、2点目狙いたい、手気をつけて、サンキュー、ゲットして黄色チーム持ち替えてから、前はどうかな、引きつけて縦ブロック、ビブナシゲット、さあ寄ってくるディフェンダーがいるんでボールを握りながらしっかりとキープです、狭いエリア、狭いエリア、黄色ゲット、なんとか対応、持ち替えたボールは残して黄色後ろ下げました、間通したボール入れ替えてビブナシゲット、こぼれの黄色、もう一回ですか、ビブナシ回収し直し、さあ玉際制して前まで運びたい、左サイド抜けてったボール持ち替えて、フォア広がり、シュートを受け取って、シュートはブロック、こぼれゲットして黄色、裏狙うボール、長いボールです、ナイスタッチ、いやーオッケー、これは見事に合わせました、ナイスゴール、1点ゲット、ビブナシチーム、キスゲット型、キーパーチェンジしましょうか、あたす真ん中でしょ、いきますよ、キーパーからのロングボール、うまくコースを変えました、3対2追い上げます、残り3分弱、ビブナシです、持ちます、スタート選択、さあ、さらに突き放したいが、ちょっと足に入りませんでした、黄色ゲット、すぐ入れ替わりますが、こぼれたボールはビブナシ引き取って、縦を使うフリックは黄色カバーします、寄ってくるんで、入れ替われるかな、ビブナシが回収して、握ったボール前向きます、間、ブロック、黄色ゲット、持ち替えて黄色、うまくずらしてから、右サイド、入った、タッチ、持ち出して、3点目、どうだ、いやー、ブロック欲しい、切れたボール、サイドから。さあ同点狙いで黄色チーム3点目を狙ってます、間こう出す、一旦下げ、預けて右サイドゲット、持ち替えて黄色、下げてからもう一回回ります、預けてから上がれてます、右サイド前を塞がってるか、ビブナシが入れ替わり、手気をつけてね、サンキュー、ビブナシがうまく持ちます、ボール持ってビブナシ上がりを待ってから左サイド、相手顔出す、引き取ったボール中央から真ん中はいけない、黄色がブロック、こぼれゲットして黄色チームドリブル運びながら預けて右サイドは短くなってビヨシゲット、さあカウンター行きたいビヨシチーム、ディフェンダー1枚勝負仕掛けたい、引きつけながらビヨシチーム持ち替えて相手のところフォアから落としはどうかな、受け取って左サイドブロック、こぼれゲットして黄色前ブロック、残りは1分半ほど、さあ残りは1分半、黄色チーム中央背負いますが右サイド上がらせたいボールはビヨシが流れます、惜しい、サイドで切れました、ビブナシです、真ん中預け戻し左サイド回ります、動き直しを見ながら降りてきた中央でもらいます、まあ A は塞がってるかな、ボールを持ち出して裏も抜ける動き、浮き玉で狙う、ヒールで送ったボールは黄色ゲットします、真ん中ブロック、入れ替わり、ずらして、いやー打ち切れなかった、惜しい惜しい、前からプレスでゴール決められればといったところ、しかしビブナシが回収して残りは1分ほど、ブロック入れ替わりタッチをしてサイドで切ります、ビブナシボール、残り1分弱、ビブナシです、浮き玉ワーキーバゲット、かき出して右サイド中央、いやブロックかかった、惜しい、ゲットでビブナシ、さあ押し込みたい、4点目を狙いたい、
突き放しておきたい。ミヤシン、シュートはブロック。こぼれてももう一回入った。ガーブロック。キーパーゲット。さあ同点目指しましょう。黄色チーム3点目狙いに行きたい。さあうまく連動したい。中央も顔出しますが、まずはボールを引き取ってから寄ってくるディフェンダーうまく対処したい。下げます。残り30。黄色、右サイドで振りました。ゲットしたボール持ち替えて前を見ます。持ち出してから裏のスペースをうまく使いたい。右サイド預け、中央から持ち替えたボール寄ってくるディフェンダー、ここもなんとかボールをキープします。さあこれで1枚裏抜けていきます。預けて左サイド降りてくる、右サイドこれで真ん中預けてワンツーで中央、もう一個右サイド流れます欲しい。残りラストワンプレイいきましょうか。ラストワンプレイ3対2、ラストワンプレイビブンシです。降りてきて後ろ落として右サイド中央を使ってビブンシームです。さあラストワンプレイ、さあ両チーム1点決めて終わりたい。ブロックしたボールビブンシームが返して右サイドゲット、タッチ持ち替え、真ん中ひとつボール左へ展開、折り返し、いやーオッケー。では見ましょう、ミックスの後半戦1試合目です。お願いします。こっちの方でノーボディーコンタクトでお願いします。ボディーコンタクトノーでお願いします。ありがとうございます。青チームから再開。さあ6分のゲーム、キーパー半分のお時間、助っ人があります。いきましょう、ミックスチーム青がボールを回します。待ってから降りてくる、真ん中引き取って、さあまずはチーム返して1試合目コミュニケーション気づいていきたい。ビブナシがカットをして引き取って、ビブナシチーム持ち出して、ほーわーわーちょっと上がずれましたし、サイドから青チーム預けて真ん中右に戻しにします。持ってから中央もう一回裏引っ張ります。青チーム下げてから後ろ持って、青チーム持ち出しをして真ん中預け、間にするポストプレー、続いたボールはビブナシがブロックです。そして右サイドタッチしたボール前入った、さあ引き取ってから、そして左サイドは引き取って、ビブナシもう一回フォアサポートします。これで右サイド広げ、前も動き出し、間が空くかな、送ったボールはブロックでこぼれ球をゲットです。寄ってくるんでボールを握ります。浮き球ナイスタッチ、寄ってくるディフェンダーずらしてから持ち替えて、もう一回預けにします。右サイドずらしてから前持ってきたい、ガー塞がってるんでもう一回やり直します。1分ちょい経過、間ワーブロック欲しい。サイドからノービブスボール、ビブナシです。近いところ預けて後ろ持ち替えてドリブル止めてから周り見ます。まあ、はどうかな、股抜き縦縦から右サイド、危ない危ない、キーパーゲット狙ってました。ビブナシーム青ゲット、前持ってきたい、ガーボールが足に入らずビブナシが回収してます。体をしっかりと入れました。左サイド預け戻して後ろ寄ってくるディフェンダー、これで回収をしてキーパーまで戻ります。1分経過、ビブナシです。預けて右サイド左へ戻し、まあ、はどうかな、間を縫ったボールタッチ入ったぞ、折り返し、やーブロック、ニアを止めました。青ゲットボール乗りますがうまくキープします。右サイド縦を使う、タッチしてボールうまくずらして中央から動き直して、左サイド浮き球フォア大きくなってかき出してボール、ブルーボールです。2分経過、残り4分、青チーム真ん中預けて左サイド中央当てたボール引き取って反転前からずらしてボール、右下カバーです。まあ、いやよかった、シュート、いやーオッケー、ナイスゴール。前は行かせずブロックからまずは1点ゲット、青チームです。行きましょう、行きますよ、ビブナシです。2分半ほど経過、預けて左タッチして戻し、さあ1点返しに来たビブナシ、まずは1-0、ビブナシ左サイド縦はブロック、これだけと入れ替われずにサイドへ切ってビブナシボール、ビブナシームです。持ちます、シュート、いやーオッケー、ナイスゴール。ここは強烈なシュートで1点返します、1打点。でキーパー両チームチェンジしましょうか、助っ人のキーパー両チームチェンジしましょう。オッケー、いきますよ。さあまずは強烈なシュート、ビブナシームが1点返して1対1同点、ビブナシが回収です。またいでからずらして奥田ボール、いやー惜しい、若干左か、シーザースからシュート狙いましたがこれはずれてキーパーから再開します、青チームです。さあ残りは3分を切ってます、半分の時間、青チーム浮き球フォア、うわー流れます、欲しい、動き出しを見てループで裏を狙いました。ビブナシ回収、預け真ん中タッチポスト、うまいフリック中央拾ってタッチしてる、もう一回折り返し、うわーブロック、ナイスブロック、もう一回フォア、ふたガータッチができたら、惜しい惜しい。3分半経過、一時同点、青チームです。近いところに預けます、タッチ持ち替えてから間にします、右サイド左へ振った、持ち替えてドリブル、間ポスト預けて右サイド中どうかな、拾って落としからブロック、ビブナシゲット寄ってきます、前は行かせない、うまくはめたい、青チーム浮きのうまい、ガーちょっと伸びたか、欲しい、うまくループで逃げましたがボールが伸びました、欲しい。サイドから再開、残りは2分ほど、4分経過、青です。
左サイド、真ん中を経由、落として後ろ、縦をダイレで使いますか、これはブロックオブで入ってもフリックダウンとか足を持ちたキーバーターヨーホーナイトブロック浮いてボール収めます。寄ってくるディフェンダー前を使う、中央引き取ってビブナシティム、右サイドフォアタッチ、わー流れます、惜しい、アウトです。右へ預け、間ブロック、アウゲット、持ち出し左サイド、持ち出し、いやーブロックこぼれ球どうかな、押し込みたいがビブナシブロックです。左サイドタッチ、ビブナシです、縦使います、タッチ折り返し、フォア、そしてシュート、いやーオッケー、ナイスガル、うまくゴール前連れて、これで勝ち越し2対1、真ん中でいきましょう、ブルーボール、あたす、残りは1分ちょい、シュートを狙うが惜しい、惜しい、まずは1本狙っています、残り1分ちょい、2時です、ビヨシです、ビヨシチーム預けて左サイド、もしかして中央受け取ったボール、ビヨシチーム下げてから前向こう消し、送ったボール青がカバーします、ボールが浮きましてビブナシチームが回収します、降りてくる右サイド、間にする、落としてから後ろ、まあ引っ張ります、ボールを持ってビヨシチーム引きつけながら、まあいやまだ抜けない、ビヨシチーム青チームゲットしていたボール回収して、青チームボールを持ちながらドリブル前運びながら間を縫ったボール引き取って、ちょんと当たったボール、いや惜しい、キーパーゲット、残り30、ビブナシです、ちょっと右サイドタッチ、縦を使う、抜け出した、シュートは、いやーオッケー、ナイスガール、抜け出し1点決めていきます、真ん中でいきましょう、残り30ほど、さあ3-1になります、残り30、青チームです、相手します、シュートから前向く、寄ってくるディフェンダー、前は狭いエリア、ブロックし、ビブナシが回収、さあ返してビブナシチーム4点目を狙います、ディフェンダーは2枚、ドリブルからずらして、シュートコースはないか、左サイドへ預け、落として後ろからもう一回突っついたボールを回収します、持って青チーム、さあ1点返したい、真ん中預け、引き付けて左サイド狭い入りです、突っついたボールさあ入ってきます、ボールを大丈夫、 OK、 ラスト3プレイいきましょう、ラスト3プレイ、青左ラスト3プレイ、振ったボールブロック、ナイスブロック、ゴーボールゲット、ビヨシムラスト1プレイ、右サイド収めてから前へ向く、または開かないんでボールを持って左サイドへ預けです、ラスト3プレイ、送ったガーなります、惜しい、では行きましょう、ガチじゃなかったミックスの前半戦、失礼、後半戦2試合ミックスの後半戦2試合目です、行きましょう、続いては俺ビヨシンで回収、さあこちらから引き続きボディーコンタクトはなしなんで、シュートはどんなシュートでも OK です、行きましょう、ビヨシンシュート、いやー OK、 まずは強烈1本決めていきます、ナイスゴール、行きましょう、青チームまず 1-0、 青です、下げて真ん中引き取ったボール、青チーム前運びたいが塞がってるか、ボールを持ち替えて左サイド預けます、蹴った青、さあ1点返しに来た、青チーム持ち替えてから青寄ってくるんで後ろ下げます、ずらしてから真ん中左サイド預け、収めたボールビブナシがゲットします、左預けてビブナシ寄ってくるんで浮き球裏でうまく収めて、ナイスタッチ、持ち替えてからシュートはブロック、ナイスブロック、ブロックゲットし青チーム、しかしビブナシが回収し直します、受け取ったボール下げてから後ろもう一回寄ってくるディフェンダー、うまく預けにしたいが、つっついたボールなんとかキープをしながらビブナシチームうまく止める、当ててます、大したいよ、サイドからすぐリスタ、1分経過、ビブナシ持ちます、中央ビブナシ浮き球、わー起きてなりました、惜しい惜しい、浮き球で裏を狙います、1分ちょい経過、 1-0、 青チームのリードです、青チームビブナシチームのリードです、青ゲットします、持って青チーム預けて右サイド、長いボールナイスカット、サイドへ切ります、サイドから再開、さあ青です、サイドから預けて真ん中、青チームシュートはブロック、キーパー対応、ビブナシですゲットします、左サイド預けて中央寄ってくるディフェンダー、持ち替えてからボール運びたい、前はどうかな、引き取ってから中央、中央で周りを見て左サイド上がらせる、持ち替えてビブナシチーム中央入った、タッチ、いや惜しい、ゲットした青チーム、惜しい、右サイド青チーム1点返しに行きたい、真ん中預け、反対して前へ向く、預ける左サイド、周りどうかな、中央引き取ったボール青がゲットをしながらボールを運びたい、真ん中から右サイドタッチ、落としから持ち替えて右サイド折り返し、中央、いやーブロック欲しい、2分経過、残り4分、青チーム見ます、相手にしますが、これ切れました、サイドから再開、さあビブ出しです、突き放しに行きたい、追加点を狙いたい、2点目を狙います、真ん中預け、落として後ろ、左サイドの動きを使う、さあ前を塞がってるか、いや狭いエリア、フリックしたボールは流れます、惜しい、青がゲット、青チームです、浮き球裏はキーパー回収してます、間預けてビブナシチーム縦、わー流れます、惜しい、2分半経過、
ザーミックスの2試合目、得点取りに行きたい両チーム、落としてからそして狙っ、ナイスブロック、なんとか耐えたキーパーだよ。青チーム裏、ナイスタッチ、フォア広がり、落としてからビアシブロック、こぼれキャッチ、ビブラシチーム持ち帰ってからドリブル、あこんで中央から右サイド預けて抜けていって持ち帰って中央入ったタッチ、いやーブロック、ナイスキーパー、ごめんなさい、こんな意味で助っ人のキーパー一人チェンジしましょうか。助っ人のキーパービブラシチームを一人チェンジしましょう。あざす、オッケー、いきますよ。サイドから3分経過、残り3分、いきましょう。ビアシ預け、真ん中タッチ、持ち帰ってから相手はかな、引き付けますが、うまく逃げて青チームゲット、前運びます、左サイド収まったがシュートは左で欲しい、ビブラシです、近いところ持ちます、真ん中預けタッチ、間引き取ります、まあ A は塞がってるから股抜きは流れて青ゲット、ダイリー狙ってもらえ、ビブラシがブロックです、こぼれ、前はいけない、ブロック、青ゲット1点返したい、右振った、入ったぞ、シュートは、いやー惜しい、これはカバーし、ビブラシゲットです、いやよかった、ナイスカット、ゲットした青チーム、さあ押し込みたい、シュートはブロック、コーナーになります、青です、下げます、左ブロック、入った、いやーオッケー、ポストでしっかりと止めて反転シュートきます、1対1と点、残りは2分4分経過、さあビブラシです、残りは2分、預けてビアシーム左サイドタッチ、縦を使う、タッチしたボール、前はどうかな、引き付けてドリブルから前、どうだ、ずらしてシュートがつけない、ヒールブロック、これだけやった、青チームもらいました、前、いやー狙ってました、オッケーオッケー、前からうまくプレスをかけました、ナイスから、いきましょう、いきますよ、2対1、ビブナシチームが再び1点のリードを取ります、左に預けて青チーム、残り1分半、間左サイドゲット、縦タッチしたボールを収めてから青チーム縦の動きを使う、持ち替えて落としや、ビブラシがブロック、右手で叩くボール、ドリブル前から入ってさ、預けたボール、フォアへ展開、これで中央を使ったボール、よく戻りました、青ゲット、ナイスカバー、長いボール真ん中スルーしてもらう、青チームゲット持ち出し、ドリブルがシュートは左です、欲しい、キーパーから再開、さあビブラシです、受けして浮かして左タッチ、前に向きます、フォア広がり、ずらしてカットインから前は開かないんで間にする、ビブラシに続いたボールはサイドへ切ります、ボールビブラシ、残り1分ほど、ビューシです、真ん中付けます、タッチ戻し、左サイド縦を使う、背負ったボール下げてから後ろ、さあ押し込みたい、ビブナシム相手合うかな、ドリブル持ち込んでからずらしてシュートコース開かないか、持ってからビューシム引き付けてから一つフェイント預けて右サイド、これ中入ってくる、ワンツーは繋がない、ブロックしたボールはさあキーパー戻ります、残りは1分を切ってます、30ちょい、ビューシ止めてから右サイド相手顔出す、奥のボールはわー流れます、僕当たってサイドです、さあサイドからビブラシームすぐリスタ寄ってきます、持ち帰ってから押し込みたい、相手にする、ナイスブロック、入れ替わり、さあ抜けてった、青チーム1点返したい、いやーブロック、キーパー耐えました、サイドから行きましょう、惜しい惜しい、カウンターの目は防ぎます、青です、残り30弱、浮き球フォア収まって、いやーボレーは流れました、惜しい、うまくループで左サイドボレー狙います、ラストワンプレー行きましょうか、ラストワンプレー、ビブラシから再開、寄ってきます、さあ持ってって前運びたい、ビブナシチームです、2位下げてからちょっと行かれたシュート、いやーオッケー、22点よいしょ、本日ラストマッチです、お願いします、ミックスカテゴリーはボディコンタクトなしです、引き続きお願いします、預けてボール青チーム、右サイドから送ったボールはサイドで切れます、ビブナシです、預けて後ろ、ボールを持って間、青が回収、あとに右サイド、そうまずは仕掛けてきた青チーム、シュートはヤブラック、ナイスカット、キーパーゲット、ビアシーム前から狙ってるんです、うまく逃げない、いやー入れ替わり狙ってましたが、これはキーパー巻いてました、ナイスだよ、さあ入れ切れます、青チーム青です、ずらし寄ってくる、前はどうかな、これは切れました、惜しい惜しい、ビアシです、さあ入れてからビアシから再開、ビブなしです、相手に預け、タッチ寄ってくる、現在左を一つ上がらせる、タッチでボール、フォアへ展開、右サイド収まる、ずらしてシュート、OK、ナイスガル、ナイスガル、うまく右サイド展開してしっかりと押し込んでいきます、ナイスガル1点ゲット、まずは 1-0、 青からいきましょう、いやブルーボール、1分経過です、青です、左へ降りてきます、うまく入る、前は行かせないか、シュートはよーし、若干右だ、惜しい惜しい、ビームの力再開、前からプレッシャーきます、うまく持ち帰って前へ向く、間に乗ったボール青がゲット、寄ってくるジェンダー、引き取ったボールはうまく止めてビブラシ回収、さあ1点返しに行きたい、また抜き中央からブロックして青チーム、そしてこぼれをゲット、もう1回ずらしたボールは入ってスイッチ、やーブロック、ナイスキーパー対応、サイドからです、ビアンシーム下げます、近いところ
ずらして真ん中いけない。ブロックしたボールは書き出したいが、ビブなし引き取ります。こぼれゲットした青チーム。さあ、これで押し上げていきたい。ドリブル中央です。ボールを持って青チーム。寄ってくるんで、広げて右サイド。周りを確認。まあ、はどうかの下がってるか。縦を選択。右サイド。もう一個下ろしたい。ガーイで上がらないか。下げて後ろ。はい、じゃあ、ブロック。これだ。もう一回。前は行かさない。が、よかった。青ゲット。もう一回。そして、右サイド。預けて。折り返し。どうだ。いや、オッケー。ここは青チームがしっかりと決めていきます。2分が経過、1対1の点。いきますよ。ビアシュバル。さあ、ラスト1試合。2分が経過、1失点。残り4分。下げてからビブナシチーム。右サイド。寄ってくるディフェンダー1枚。前からはめたい青チームです。間、ビブナシがうまく中央で受け取ります。預けて右サイド前動き出し、左サイドも上がります。これで使って左サイド、タッチをします。浮き球、フォア、ブロック、こぼれ球が入ります。持ち帰ってからビブナシ、左を上がらせて、収めたボールはキーパー回収。縦を使う青チーム。うまくタイミングを取って、股抜き、中央から寄ってくるディフェンダー、ビブナシがゲットです。惜しい。回収、ビブナシ。持ちます。タイミングずらし、真ん中入る、青がガッと、さあ持って青チーム、ドリブル、真ん中、ブロック、続いてボールはキーパーに戻りです。ビバシゲットです、左サイド。もしかして、間、ブロック、左サイド、ゲット、また抜かさない。すいません、このタイミングでください、先にキーパー、助っ人チェンジしましょうか、先にキーパーの助っ人チェンジしましょう。両チーム1人変わります、OK、サイドから再開、いきますよ。3分経過、残り3分、いきましょう、残り3分。ビブなしです。近いとこ、左、シュート、やー、OK。リースタから2で沈めていきます。2対1。ワンダルショー。青です。ブルーボール。はいよ。さあ、行きましょう。残りは3分切ってます。これは切れて最初からビブナシチーム。惜しい。さあ、ラスト1試合。2対1。ビブナシチーム。浮かせてフォア。収めます。間顔出す。これをもらう。ポストから落とし、落としから。左も空きた。これを使う。左。ずらしてクロス、ブロック、青ゲット。さあ、持ち替えて、青チーム、右サイドはビブナシがブロックします。ゲットして、ビブナシ、中央、ずらしてから、シュート、打ち込みたいが、ブロック、こぼれは切れました。ほら、青からいきましょうか、惜しい惜しい。残り時間は2分半ほど。青、うまい。左入った、スペース。さあ、押し込みたい、青チーム、右振った、ちょっとボールがマイナスになったから、ブロックして、ビブナシゲット。さあ、持ち替えて、ビブナシ前を押し上げて、ナイスカット、惜しい惜しい。サイドからいきましょう。残り2分。ビブナシです。左から。ボールを持ちます。受け取ってもらう間収めてから前からプレスきます。青チーム、これ取り切りたい。やー、どうしい。いやー、惜しい惜しい。しかしコーナーをゲットです。青、リスタ、シュートは OK。 コーナーから返して2対2同点。残り時間1分半ほど。あたす、いきましょう。残り1分半。ビブナシです。真ん中付け、受け取ったボール、ボールを握って間、ブロック、青チームゲット、寄ってくるディフェンダー引きつけながらずらして右を上がらせる、クロス送る、フォア、いやー、惜しい惜しい。積極的なブロックでしたが、これは吸い込まれて1点ゲットです。真ん中から行きましょう。残りは1分ちょい。青です。さあ、ボールに来て青チーム。さあ、返しに行きたい。3対2。あ、いや、タッチ、うまい、フリック、ミサイル、そしてシュート、いやー、タッチ、ナイスキーパー。さあ、残り1分、コーナーから青チーム、近いところもらってから預けにして、シュートは、いやー、惜しい。ブロック、ナイスキーパー。ブロックして、ビブナシチーム前からはめていきたい青チームですが、当てました。ナイスだよ。サイドから再開、中央、ビブナシ、間、青ゲット。左サイドから持ち替えて、前は行かせないか、ビブナシチーム持ち替えてからずらして、右サイドタッチ、間、浮かして、大きくなります。惜しい。残り30です。行きましょう。残り30秒。青チームリスタ、真ん中預け、右を上がらせる、フォーム広がり、さあ、これ決めに来た青チーム、フォア振ったボールは手に当たったかな。 OK、 ボール青からいきましょうか。あざす、青ボールからいきましょう。あざす、いきますよ。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレー、青チーム。さあ、ラストワンプレー決めて終わりたい。ラストワンプレー、あ、いや、入った、ゴール前、いやー、決まってない、決まってません。ラストワンプレー、さあ、時間からラストワンプレーいきましょう。残り時間はどうか。ビューシー、左サイドタッチ、持ち替えて、前は行かさない、ブロック、もうワンプレーいきましょうか。もうワンプレーいきましょう。もうワンプレーコーナーがあります。もうラストワンプレー、ビブナシです。下げて後ろタッチ、拾ってからボール持ち出して、さあ決めて降りて、シュート、いやー、オッケー。
コサルのポニョにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた、頑張ってくれた MP、 今月10月はボリータ祭りということで2名様選出しております。お願いします。まずはミックスの方から1名様、豪快なシュートと、要所要所のディフェンスインターセプトでチームに貢献してくれていました MP、 まず1名あなたにしようと思います。おめでとうございます。何か一言言ってきますか。あ、じゃあちょっと今度は遅刻しないように、今度は遅刻しないようにぜひぜひお願いします。最初からありがとうございます。さあさらにもう一名、今度はガチの方から、スキルなドリブルと、あとは味方のちょっと動きがかぶった時もリアクション笑顔で、そして、2戦目だったかな、勝ち越し上げるゴールも決めてくれてました。エビ、あなたにしようと思います。おめでとうございます。何か一言言ってきますか。また来ます。また来ます。ありがとうございます。